人の足はあるので、何かこの先にある。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本当に最近めちゃめちゃ暑くなりましたよね。もう本当にね、休みの日は海に行くか、それとも県北のね涼しい森の中を歩くか、まあそんな感じになっておりますね。今回向かった先なんですけど、この美作市ですね。そのあたりにちょっとね気になるスポットがあるということで、今回向かっているわけなんですけど、だいたい岡山から、まあ、1時間ちょっとかなのとこに今来てるんですけど、本当にすごい歴史のあるというか、そういう感じのねお話があるので、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。目的地まであと少しです。もうしばらくお待ちください。どうやらこの先にそのとあるものがあるということなんですけど、かなり細い道に入ってきました。かなりのね田園が広がる中なんですけどね、一体何があるんでしょうね。ちょっとね道が変わりましたね。この先なんか道が分かれているようですけど、大丈夫ですかね。情報によればこれを右に行くということなんですけど、目的地まであともう少しということですね。もうあと1分以内かな。結構ね険しい山道ですね。大丈夫かな。あ、何か見えてきました。目的地ですね。到着です。はい、今日はね、美作市に来てます。ちょっとね、珍しい、場所があるということで、岡山市内から1時間ぐらいの、山の中に来ました。こちらね、マンプっていう洞穴があるらしいですね。このマンプっていうのは、万人の万と、歩くの、歩かな？で、マンプっていうらしいです。ちょっとね、先に進んでいこうかなと思います。はい。このマンプっていうのは農業用水のことを言ってるようですね。まあ、その昔、この辺はね、水の水路がなくて、稲作、とかね、結構ね、大変だったということで。昔々、それは昔、岡山の美作の国で、稲作の大変盛んな村があった。だけれども、この地域では干ばつが多く、たびたび年貢が納められなかったという。いやー、困ったなー。これじゃあ、飯も食うていけれん。あの山が邪魔して水が池にたまらんのじゃ。どうしようかのう。そうじゃ、
山に穴を掘るのはどうじゃろう。そして3年かけて満腹という掘る穴を掘ったということです。うわ、水じゃ水じゃ、やったぞ。そしてこの地域では安定した水が供給されることにより、現在でも美作米が大変栄養があり美味しいということです。今日それを見に来たんですけど、こちらがあの穴ということです。満腹という穴なんです。こんな感じです。なんかね、人が一人入れるぐらいの大きさかなと思います。高さがね、1メートルぐらいあって、まあ、人がかかんで通れるぐらいのね、大きさの穴があるということです。ちょっとここを、見ようかな。なんかあるらしいと聞いたので。その足はあるので、何かこの先にある。まあ、地域のね、子供たちが学校の行事でこの辺まで来るっていう話です。まあ、小学校のね、授業でも勉強するんですよね。おそらくこの穴からさっきの穴までつながってるんでしょうね。ちょっと入れなさそうな感じですけど、まあね、この山奥の中にこういうね、穴がありますから、反対側から来た人はおそらく何の穴なんだろうという感じになってしまうんですけどもね、こんな穴があると。よし、と戻ります。構造的にはこういう感じになってるということですね。このさっきのあのマンプというトンネルがあって、まあこの今のこの矢印のピンク色のラインが集水口らしいです。で、結果的にはこのマンプの方に水が集まるように、作られてるそうですね。はいはい。で、先ほどの長さが46メートルですね。
これがなかったらやっぱここ山の水が入ってこないってことですよね。だから山の水を貯めるために穴を作ったっていうことなんでしょうね。まあ、今日はねこんな感じですごいつまらないというか期待した人いるかもしれないですけどまあ、こういうね、まあ、文化というか歴史もあったということでちょっとねこういう場所もあるということで理解いただけたらなと思います。ちょっとね全然草刈りをしてる感じなんでね、まあ、まだ全然入れると思うんですけど、ね、ちょっと長靴じゃないですけどねヘビじゃないですけど噛まれても大丈夫なようなね感じで行ってみてください。はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。